午前8時です、ね、おはようございます。眠たい。よく眠れました？信じたことかな。あれ使い方が分からん。よし。
マジでいい筋トレ。腕パンパンになる。中禅寺ジェラート何食べてるんですか。豆腐ジェラートサービスでわさび、生わさびにつけてくれました。350円でございます。ここにカラフルサービスで350円。でもね、大人の味が確かに、うん、すごい風味が大変。新しくオーバーオールの使い方をこの手、ここでいい？修善寺の竹林もうワンちゃんも歩かせて OK なんで、あれ歩くよ。はい、行けば結婚気がいい。チロルは、うん、なんかすごい水飲んでる。ある OK。 チロいらない。富士やる？お参りする？お参りしますか？しに行く？じゃあ行きましょう。黄色の町で待ってるし。黄色の町で待ってるし。お互いやろう。はい。これやるけどさ。じゃあ僕、恋の方やりますか。こっちでもいいよ。招き猫。招き猫は多分ね、おみくじじゃないかも。でもおみくじの方が面白くないですかね。じゃあ僕こっちやります。恋の方。じゃあ俺1年あんたやる。じゃあ1000円。あ、こうやってわかる。5円で釣るんだ。へぇ、ちょっと金釣りたいなぁ。いつ釣るんだろう。全然合いない。これさ、やっぱ手でやっちゃダメだよね。来た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 。金。かわいい。一緒に開けよう。そうですね。主人。はい。いいよ。すぐ釣るかも。え、すぐ釣れるよ。これめっちゃ時間かかったね。おお、いいね。あっちだけで。あっちだけましょうか。うん。反対くし。ね、一年反対。かわいい。よし。もうさ、矢先が不器用だからさ。やっけそう。あ、たまたま裏だった。
くよ。はい。せーの。反対だし。末吉？吉末？末吉だね。一部でもさ、最後まで諦めるなって書いてたよね。ってことは、やっぱり続ければ、まあ、いいとこまで行くんじゃない？っていうのが神様からの助言でしょ。秩父の時がね、3本目ですか。秩父の時は、そう、動画3本目で、あの、すぐ投げ出すなって書いてたから、で、ここでも、お助けを祈って心安らかに授けられた自己の職務を熱心に尽くしなさいって書いてるから、やっぱ YouTube 活動頑張っていこう。頑張りましょう。あれとヒゲ坊主の事情と頑張って撮っていきましょう。あと旅動画も。次習字を開けてみようよ。はい。で包帯どれどれ。こっちの帯は赤。赤いんですね。金色の帯じゃない。ハートついてなかった。あ、本当だ。かわいい。ハート付きのね、はい、恋みくじ。これタイじゃない、恋だよ。あ、そうか、タイと恋なんですね、うん、これがタイで、うん、一年安泰と。あ、この子恋愛の恋みくじ。うん、こっちの方開けていきます。シュージが今恋みくじを開けてるタイミングで開けながら開けながら開けながらあるとちゃんとカメラ見てくれて。はい、小吉です。で、愛され結ばれる2人なのですが、この幸せは長くは続かないでしょう。心を込めて神様にお祈りしなさい。浮気心は必ず2人の愛の巣を破ります。一時の恋に酔うと破滅します。なんか不吉だな。全部アウトレットつきました。今からハイブラハイブラゾーンで、電波アウトレットご存知の方多いと思うんですけど、ワンちゃん入れるところ結構あるんで、その辺案内できたらと思います。今ウエストゾーン、あ、そう、ウエストゾーンにいて、この辺が結構ハイブラゾーンで、プラダとかグッチとかサンローランとかルブタンとかとりあえずこっち回っていきましょう。もう先にワンちゃんたちは行っちゃってるんで追いかけます。服は結構好きなんですよね。服めっちゃ好きなの。でもデンバートレットで買ったことなくて、高くて、まあ、いくらアウトレットなってるとはいえ、うん、買えないよね。サングラスとか欲しいけど。レイバンとかあったか、探したらありますかね、うん、なんかサングラス好きで、ずっとサングラス好きでいいから。シュージもあるし、ハイブラ好きでしょ。そうですね、全身とかではないですけど、見るのは結構好きですね。なんか、いいものあれば。でもそもそもみんなどこ行ったの。結構直進してどっか行っちゃったかもしれない。爽やかに向かってるかもしれない。爽やか行こう。一旦追っかけましょうか。そうだよ、パーカーでさ、みんな色分かりやすかったよ。今、今日私服だから。これ、ラルフローレンとか好きかも。僕もラルフローレンとかブルックスブラザーズとかジョンスメドレーとかは好きですね。で、果たして違くね、合ってるかな。爽やかでしょ。だったと思いますけど、さっきチーズもらっとけば。あ、あれで見よう。ちょっと一旦移動します。うい、爽やかまで。先にお昼ご飯を取ることに。あれ、爽やかじゃないんですね。爽やか、受付終了してたよ。何分待ちでしたっけ。受付終了してた。本当は爽やかに、交互にワンちゃん面
とお留守番隊と交互に行く予定だったんですけど、もういっぱいってことで急遽ヒルサイド側にはエックスティングスっていうテラスだったらワンちゃんと入れるところがある、まあ、ここで軽くご飯食べて、食べ終わったらまたみんなで巡回ショッピングしに行きます。チロルもいるし、チロルもいるよ、アルちゃんもモナカもいるし、アルちゃんはこれ、アル君はちょっとねんねしてます。カートを持ってきたんですね。そう、持ってきた。アウトレット内はワンちゃん全然歩かせて大丈夫なんですけど、ショッピングするときの店舗は抱っこかカバンに入れるとかしないといけない。その時のためにカートは用意してます。アルくんは普通です。じゃあ一旦休憩にしましょうか。そうだね、お昼休憩して終わってからまた送り出すか。はい、じゃあちょっとショッピング見に行こう。ナレーションで3チームに分かれて4チームから、ね、4チーム、下手したらソロプレイヤーもいるらしい。僕らはシュージとレ、あの服の系統が似てるし、ワンちゃんいるんでワンちゃん入れるお店とか入っていこうと思います。俺たち結局何があった？まあでもこれだけ、これ買いました。これだけ。ジャッキーへの誕生日プレゼント。黄色のね。そうそうそう、黄色の誕生日プレゼント。あれ、じゃあ散歩、散歩中だけど。今日上着どうしたんですか？堪能したんでこれから東京に帰ります。買い物ですね。アルくんも楽しんだね。よしよし、これからじゃあ東京まで約2時間ちょっとみんなで車楽しんで帰りましょう。あれ下だっけ、下に、下やろ。じゃあじゃあバイバイ。こちらへ。嘘、こちらへ。こういうこと、包丁をなくしたザッキーへ。僕と習字で買ってました。おー、まさかの。どうぞ。おめでとう。なんだろう、ほぼほぼこれに時間を費やした。そうそうそう、ザッキーが似合う服。おー、なんだろう、黄色か。色物似合うよねって話をヒゲさんとしていて、本当だ。ザッキーさんはね、チップとデールが大好きなんですよ。これからちょっと、もう疲れた。疲れたけど。でもご飯食べて。ご飯食べに行ってきます。皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。無事。心身ともに心身ともに帰ってきた。心ここにあらずと。楽しかった。またこういった旅動画続けていくので、ぜひよかったらチャンネル登録と高評価の方お願いします。
いいねしてよ。してるし。